ほんとお前さ、似合わねえよな、サングラス。あ？あじゃねえ。あ？あじゃねえ。似合わねえ。やんのか、やんのか、こらやんのか、こらこらこらだから怒んのやめてよ。怒んのやめようよ。こら怒んのやめろ。一番怒ってる。一番怒ってる。誰かが怒るからこうやって怒りがどんどん発生していくから。こらやめようよ。だって来いよ。一番怒る。一番。飯みんな決めようよ。ああいやいや早く決めます。まあまあ最後ぐらい一回ぐらいあるから。焼かない肉。焼かない肉ね。焼かない肉。焼かない肉。あ肉寿司とかそういう系でしょ。なるほどなるほど。そう生で食う。あじゃあ馬刺しあじゃあ寿司。ホルモン。はい。グラッチガーデン。グラッチガーデン。なんかお前びっくりドンキーがいいな。ちょっと待って。一番ない。なるほど。一番ない。じゃあ全員プレゼンしようや。あ、そうやな。なんでそこがいい。俺グラッチェはチーズが。だからだと思ったよ。あ、やだよ。かぶる。うるせえ。かぶるのだ。かと思ったよ。カメラと。これな、多数決とか言ってな、ちげんだよ。一人がピザって言ったら全ピザなんだよ。いろんな種類あるから大丈夫ですよ。チーズ入ってないのもあるよ。ローストビーフとかもあるし。ほぼチーズや。いや、マジでいっぱいある。マジある。本当か？うん。今チーズを使ってないピザとかあるもんね。普通に。ねえよそんなの。見たことない。ピザじゃねえよそれ。チーズがねえピザ。ピザじゃねえんだよ。わかるか。俺は単純に普通にみんなでお寿司を最近食べ行ってなかったから行きたいっていう。まあ確かに行ってないよ。まあ寿司屋で。銀の皿とかここで出前頼んでるけど、だから寿司ローとかそういうの回転寿司をみんなで行きたいなっていう。ああ確かに行ってない。そうそう。だから俺はただその理由かな。びっくりドンキは行ってないから。びっくりドンキ。あしかもめっちゃ美味しい。え？なんで行きたいです。うまい。それみんなうまいよ。全部うまい。いや、うまいよ。次元が違うもん。うまいだもん。じゃあお前チーズバーグディッシュ限定な。バカじゃねえよ。ほらほらほら、始まりました。チーズ戦争。チーズフォンデュ食べた。あー、いいかも。こうやって。いいじゃん。あ、いいじゃん。あんま食うことない。食ったことないね。チーズフォンデュね。俺もやったことなくて、実は人生で一回も。2019年終わるまでにはそれちょっと体験したい。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そういうのある。おいおい、増えたぞチーズ信者がよ。でも思い残してるでしょ。ポンデュしてないじゃん。やったことねえよ。嫌いだからな、そもそも。お前好きな食べ物何？ナス。じゃあナスにチーズ。ナスあるじゃん。めっちゃ合うじゃん。合わねえ。合うよ。合わねえ。チーズ好きと嫌いで普通になるから。普通なんだよ。やだよ。好き食いてえよ。じゃあ好きを食いてえ。普通なら我慢してろよ。4人チーズ食いてえ。ふざけんなよマジで。いや、こっちのセリフだよ。なんでだよ。チーズ食いてんだよ。ちょっと思った。またチーズ。いいね。もうチーズの話しないお前ら。本当にしょうもない。これチーズ作る飯はやめよう。うん、そう、やめよう。ピッツァ、チーズなんだよ。ピザはチーズなんだよ。ピザじゃなくてピッツァです。ピッツァはチーズだよ。焦れば焦るほど何言ってるか分かんない。滑舌がしよう。かしこれチーズの何が嫌か言って、俺はじゃあそれに合わせる。そうしよう。それでいいよ。それでお前がいけそうなチーズ俺ら考えた。臭い、まずい、吐く、以上。両親の話してる。知れよ。ふざけんなよお前。本当に両親とかよく言えんな。俺死んでも言えねえけど、そんなこと。他人の両親。お前ちょっとクソババアって言えねえ。なんでそうなんだ。クソとかつけてる。ババアもつけてる。言うって全員会ったことねえんだよ。ねえだろ。外出んのだるくね。ああ確かに、めんどくせえのかな。まあまあ、その説は出前取ろう。出前、いい。出前。あ、じゃあ3つ選択肢して、出前の場所。はい、まず1つ目はまずはまあ、寿司。寿司。寿司は美味しい。あと、中華。中華、最高ね。ピザだろうな。だろうな。耳元ドミノピザもあるよ。ドミノピザも多数決なんだが、アミラクジなんだ。多数決はなしで。多数決、公平じゃねえもん。多数決でいきたい。じゃあ多数決で決めるか、アミラクジで決めるか、多数決取ろうか。多数決だよ。ここの多数決だって、いつもアミラクジやってるから、面白くないじゃん。民主主義で。そうだから、絶対ピザ。今日は多数決。絶対チーズやん、そんなもん。日本は民主主義だから。うるせえ、お前黙っとけ。アミダクジにするか。そうだね。アミダクジ行こう。それ公平で。ありがとう。一番ほら、アミダクジにしてくれるんだから、ありがとう。ありがとう。1、2、3、5人だから、じゃあ10個作るわ。おぉ。だから1人2個自分の。2個。ああ。選べる。だからビッグドンキー2枠作ってあげる。俺らも自分が好きなやつ2枠作ってあげる。あ、マジで。ああ、2枠。いや、ああ、それいいね。お前の意見組んでやって。ありがとう。この時間がね、お前のためにこの時間使ってやってるっていうことを考えとけよ、お前。普通仲間だったら、チーズはあるやつ言わねえけどな。仲間だよ。言わねえ。お、あ、いいね。あ、すげえ公平。どこがいい、どこがいい。え、じゃあ、はい、マジで。いいよ。俺一番やりたいジョンギじゃん。おお、ビッグって書いてくるね。
これは公平ですよ、さすがに。じゃあ俺は、うん、フォンデュだから、うん、F って書くね、2箇所、うんうん、じゃあ、左から詰めようかな、うん、じゃあ俺、はい、うん、俺、はい、じゃあ俺もピ、俺ピザ食いたいから P って書いてる、うん、ウビヒアイズミが入るよ。じゃあ俺、マスカルポーネ食いたいから、うん、待って書いてくれ、じゃあ、うん、マスカルポーネチーズね。はい、え、リモない食いたいな。俺あれだな、小さくから見る。ああ、じゃあ C、うん、あ、いいよ、はい、まあ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 、これ平等だもんね、平等で、俺は平等だ、うん、お前が選んでいいよ。あ、まあ、相当譲歩してるからな、言っとくけど。じゃあね、真ん中行こうかな。真ん中で、うん、真ん中で行くよ、じゃあさあ、じゃあ行きますね。じゃあ行きますね、岡一公平。さあ、岡一公平、何かな。行きますよ。はい、何かな、ね、さあ、ここがですよね、もう何かわからないからね、わかんないね。なんだろうね、今日ビッグドンちゃなさそうだね。いやいや、どうかな。いや、わかんない、わかんない、移動してました。せーの、ドン、マスカルポーネ。だよね、十分の味チーズじゃん、ボケ。へい、公平だ。ふざっけんな、マジ。しかも俺はバカだな、真ん中が絶対いかない、端っこバカだ、俺マジバカだった、俺俺がバカだった、端っこいかないよ、ずっと青か、俺バカか。よしよしよし、これだってもうね、うん、なんで5分の4よりも高いよね、うん、1個潰れてますから。あれ端っこ来た。おお、これはもう、あ、もうこれは行くべ。そうだね。あ、ちょっと待って、当たっちゃったね、全部だ。じゃあ、恭平こんなのからどれにする？いや、どれでもいいわ。あれ俺関係ねえんだから。全部チーズだもんな。なんでもいいよ。強いて言ったらどれがいい？強いて言ったら、強いて言ったらカルビだよ。カルビだって、さすがチーズカルビ。チーズだ、カルビ、ナカルビ、ナカルビ、強いて言ったな、強いて言ったな、ほんとにな。いきますか、いきますか。じゃあ、それはそんな行きたい、まあ行きたいっていうなら、そんな行きたいっていうなら、もう俺公平じゃねえ、カビダクジの結局公平なのに公平じゃねえ。